こんにちは、浅野美沙子です。今日はステージが変わるとき、モニョモニョしたらこれがおすすめを話したいと思います。やっぱりね、季節の変わり目ってこう春に向かうためにこうなんとなくね、心の中とかがモニョ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 しやすい、へこみやすい時期なんですよ。特にこう、ね、2月から3月に入る、ね、この時期って特にね、春ってなんかモニョモニョっとしたりへこみやすい時期になってきます。こういった時期ってじゃあどうしたらいいのかなっていうことをね、お話したいなと思ったりするんですね。で、特にね、こういった時期だからっていうことで誰にでもあるんだよっていうことは覚えておいてもらったらいいと思います。じゃあもしね、今この時期に迷いが出たらどうしたらいいか、調子が悪い人はどうしたらいいかっていうこともお話したいと思います。でもね、迷いが出るとかモニョモニョするということを感じているという人は大きく気が変わっている証拠、そしてステージがね、変わっていっているっていう証拠なんですよ。なので本当ね、そのこう季節っていうのはね、芽を出しかけて時代が新しくなり始めてるんだから当たり前なんだよということです。そしてね、こう人は誰でもなんとなくこうね、こう気分が優れないっていう時ってあるじゃないですか。やっぱりいつも元気はつらつとか絶対ね無理だと思うんですね。どうしてもこうね、こう時期的にも自粛とか多いし、外に出れないとかね、思いますよね。私も本当歩きたいんで歩きたいなとか思うんですね。そんなね、モニョモニョを吹き飛ばすためのおすすめを今日はお話したいと思います。まずおすすめは、元気の出るビタミンカラーのものを身につける。これはね、お色としたら黄色、オレンジ、黄緑がおすすめです。ハンカチとかボールペンとかステーショナリーでもいいのでね、取り入れてもらったらいいと思います。あとスカーフとかお洋服とかにもね、取り入れられるといいかなと思ったりします。あとね、黄色いお花なんかもおすすめです。特に3月はミモザがね、おすすめかなと思ったりするんですよ。ミモザってね、ほんともこもこしてて可愛いし、そしてね、お値段がね、お手頃なんですよ。なのでね、こう早く春が来てほしいなと思って飾るのもいいかなって思ったりしてるんですね。特にね、ミモザがね、いいなと思うのはね、ミモザの花言葉がね、イタリアでは感謝っていう花言葉なんですよ。なんかすごく嬉しいですよね。なので今日もこうしてね、ご縁のあるあなたに感謝と思ってね、ビタミンカラーでパワーアップしてくださいね。今日もお聞きくださりありがとうございました。ではまた、失礼いたします。今日も YouTube チャンネル聞いていただきありがとうございました。もし YouTube チャンネルが気に入っていただけたら、ぜひぜひチャンネル登録していただいたら大変嬉しいです。今日もありがとうございました。失礼します。